初見問題。どうもじゃ、篠原です。今回は初見問題に強くなる英語編ということで、英語の初見問題に強くなる方法について話したいと思います。まあ俺の実力で言うと、まあこんな感じで英検を取ったりとか、まあTOEICでこんな感じの点数を取ってたりとかするんだけれども、まあTOEICも英検もですね、どちらもまあ初見問題なわけですよね。その試験会場で初めて見る問題を、まあに対してこれぐらいの実力はあるというところで、じゃあどうやったら初見問題に強くなるのかと、つまり定期テストで取れるはまあいいとして、じゃあ模試とか、あるいは受験とか、そういう場で取れるようにするための方法ですね。で、初見問題と定期テストの最大の違いは何かっていうと、その英語長文を知ってるか知らないかってことなんですよ。まあ学校の定期テストだったら、まあ教科書のこっからここまで、このページからこのページまでですよとか、単語帳のこっからここまで出ますっていうのが決まってる一方で、まあ模試とか入試だとそれがないんですよね。言うならば、まあ例えば入試だったら、東大だったら、まあ小学校から高校までの、まあ12年間の中から出ますみたいな感じですけど、まあみたいな感じで、まあテストだから対策するとか、そういうのではちょっとどうしようもないというところですね。で、こんな模試とか入試に強くなるためには何をしないといけないのかってことなんですけど、まず一つが知識ですね。もう一つが慣れです。この二つがないと初見問題に対しては強くなりませんね。で、まず知識に関しては、模試とか入試っていうのはさっき言った通り試験範囲が異様に広いわけです。例えばまあ定期テストだったら2ヶ月、せいぜい2ヶ月学校で習ったことなんだけれども、まあ、模試だったらまあ1学期習ったこと、まあ4ヶ月とか、それぐらい、まあ倍にはなるわけですよ。で、もっと言うと入試だったらまあ高校3年間プラス、まあ中学とか小学校の積み重ね12年間っていうところもあるんで、まあ結構範囲が広いわけですよね。っていうことで、覚えておかないといけない知識量が多いっていうことは、まあ例えば、あ、これ高校1年の時にやったな、みたいなやつも覚えておかないと、まあ初見問題対応できないわけです。高校1年の時この英単語をやったなとか、高校1年の時これ勉強したな、みたいなのがないと、ちょっと辛いというところで、これを覚えておくためには、まあやっぱり復習ですよね。復習をしておかないといけない。プラス、久々にその英単語とか、その知識を見ても覚えてるっていう意味で、定着をしておかないといけないというところですね。まあ一応この復習っていうのは定着するための手段ではあるんだけど、まあ一応定着しろって言われても難しいですけど、復習の回数を増やせって言われると意外とできるかなと思うので、まあ、定着と復習をやっていきましょうと。こっちが手段でこっちが目的ですけど、それをやっていかないといけないというところですね。で、慣れに関してはもうこれはね、俺はずっと、まあ、いろんな動画でも言ってるし、俺の生徒には必ず言ってるんだけど、必ず1週間に1台ぐらい、まあ問題集でもいいし何でもいいんですけど、初見問題をやってもらうことにしています。だから学校のテストで点がいいっていうのは、まあそりゃそうなんですよ。その試験範囲の英語長文とか音読30回とかやって、単語とかも全部覚えておけばまあ大丈夫なんです。もうそれをやればまあもう大丈夫でしょと、もう OK でしょっていうふうに思うんだけれども、まあ新しい問題、まだ見たことない問題に対しては、まあ言ったらどういう方向にその著者が文章、まあ文章というか主張を持っていくのかもわからないし、どういう単語が出るのかもわからない。もちろん知らない単語が出る。定期テストだったら多分知らない単語はないんです、勉強しておけば。なんだけど知らない単語も多分出るだろうしっていうような場合に、初見問題、まあいわゆる市販の参考書とかの問題集をやっておけば、あ、これ知らないなと、この単語知らないな、でも多分こういう意味だろうなって予測がついたりだとか、あるいはここはもう具体例だなと、試験時間もないし、この具体例はもう読み飛ばしていいだろうと、まあインコンクルージョンって書いてるからこの後読んどきゃいいだろうっていうふうに思えたりだとかっていうふうになるわけです。なので初見問題に強くなるためには、とりあえず知識量を増やして初見問題に対して慣れておくっていうことも2つが必要で、この知識量を増やすためには復習をして、まあそれを通じて定着ですね、知識の定着っていうのを図っていくべきだし、問題演習に関してはまあもう1週間に1台でいいんで、初見問題、今まで見たことない英語長文っていうのは、まあ週1台ぐらいは読んでくださいというのが、初見問題に強くなるためのまあ英語の勉強法というところですね。例えば、まあ、俺のやってる塾、篠原塾では、英語の成績こんな感じで、俺の生徒上げてるんですけど、何をやってもらってるかっていうと、まあ、この知識の定着復習っていうことで言うと、週100個ずつ、まあ、語彙力っていうのを増やしてもらってたりだとか、あるいは、問題集としてもさっき言った通り、週に、1台、
まあ多くて2台ですね。もうちょっと時間がない人だと、あるいは私立文系とかで時間がありそうな人だと3台やってもらうんですが、週1台から2台、まあその人のレベルに合った参考書を選定して、それをやってもらっていますというところです。なので初見問題に強くなるっていうことでいうと、定期テストで何歩ほど点が取れても、まあ初見問題ってあんま強くならないんですよ。そんな知ってる単語、知ってる英文、どういう文章かっていうのはもう授業で習ってるっていう状態の英語長文ではなく、今まで初めて見た問題に対してはその知識とか慣れとかが必要なので、まあこういう勉強していかないとちょっと初見は強くならないぞと、定期テスト真面目にやるだけではちょっと厳しいぞというのが、まあ現実かなと思いますね。はい、逆に言うと、まあ、これをやってもらえれば、定期テスト以外のその模試でも強くなるかなと思うので、まあ、とりあえずこれからやってみたらいいんじゃないですかということです。もちろん、例えばですね、模試によっては発音アクセントが出たりとか、文法問題がいっぱい出たりとかして、それ用の対策とかすればね、もっと取れます。リスニングとかも出ると。で、そのリスニング対策とかもやればもっと取れますけど、まあそれはちょっと次の段階かなというところでした。はい、ということで初見問題に強くなるということで、まあ、初見問題対策について話しました。ぜひ、やってみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。